旧優生保護法の兵庫訴訟をめぐり、大阪高裁が昨日一審判決を変更し、国に賠償を命じる判決を出したことを受け、弁護団は今日、上告を断念するよう国に要請書を手渡しました。旧優生保護法の兵庫訴訟をめぐる裁判で、大阪高裁は昨日、一審の神戸地裁判決を変更し、国に4950万円の賠償を命じました。判決では、国が旧法を違憲と認めるか、または最高裁で違憲判決が確定してから6ヶ月間は、20年で賠償請求権が消滅する除斥期間が適用されないという初の判断を示しました。これを受け弁護団は今日、解決を先延ばしにすることは許されないとし、厚生労働省に上告を断念する要請書を手渡しました。原告も高齢で生きている間にもうこの判決、そして国が謝罪をし責任を取ったということにたどり着きたい。同様の裁判で国に賠償を命じる判決は7件目です。